そういえば俺も幽霊が出るって噂のホテルに泊まったことがあるよ。池袋。ネットとかでもちょっと話題になってて、それで興味持って。先輩、池袋に住んでるのにわざわざ池袋のホテルに泊まったんですか？幽霊を見るために？そう。変な人だ。失礼だな。俺はロマンを求める男なの。それでね、どうやら幽霊が出るのは4階の部屋のどこかってところまでは分かったんだけど、どの部屋かは分からなくてさ、何度か泊まってみたんだけど、なかなかその部屋に当たらないんだ。何度か泊まったんだ、理解できない。でも何度か泊まったある日、いつものように俺が壁にかかった絵を裏返してみると、壁にちょうど絵で隠れるところにお札が貼ってあった。当たりだと喜んだんだけど、特にその部屋で変な気配はしないんだ。深夜になっても何も起きない。あいにくこっちは角部屋じゃなかったから、隣の部屋からにぎやかな話し声とか笑い声も聞こえてくるし、しかも家族連れみたいで子供の楽しそうな声なんかもしてるわけだから、全然怖い雰囲気じゃなかったよ。がっかりだよね。で、翌朝チェックアウトしようと部屋を出たら、ちょうど隣の部屋の客も廊下に出てきて顔を合わせたんだ。サラリーマン風のおじさんだったんだけど、なんかげっそりしててね、一人だった。あれ、家族連れじゃなかったのか。じゃああれはテレビの音か何かだったのかな、なんて思いながらエレベーターを待ちながら話を聞いたら、部屋に幽霊が出たって言うんだ。